っぱアトモスっていうのはもうスピーカーがステレオに比べれば多いので、音を置けるスペースっていうものがものすごく広いんです。アプローチの仕方とかが全然変わりますね。聞かせたい音だったり可能性というか、もっと伝えやすいものが作れるんじゃないかなと思いますね。ドルビーアトモスでやる上で、作曲段階からこういう楽曲にしようとか、ドルビーアトモスを作る上でこういうアレンジにした方がいいんじゃないかとかっていうのを根幹の部分から関わっていけるのかもしれないなと思って楽しみにしています。アルバム作品としてのトータルレベルのコントロールですよね。ルールがない、だから何でもありだと思うんですけれども、やはり天井があるかないかですよね。そこをいかに上手に使うか、もっともっと立体的な表現できると思うので、毎回違ったチャレンジになると思います。ビクタースタジオは立体音響技術ドルビーアトモスに対応し、空間オーディオ作品の制作が可能です。 7.1.4 チャンネルのモニターシステムを採用し、経験豊富なエンジニアがアーティストの要望にお応えします。作ろう空間オーディオ。